もう間近でとんでもない強さを見せつけられたわけですよ、僕は。はい。はい。で、それを踏まえて勝てるかどうかですよ。うん、まあ、正直、うん、かなり厳しいだろうなって思いますね、正直。まあまあまあ。ボクシングルールだしね。ボクシングルールだしね。うん、そう。でも、体重は多分兄貴の方がちょっと有利なのかな。うん、なんだけど、まあ、正直、なんかあのメイウェザーに、ちょっと、思いっきりクリーンヒットさせるのはなかなか厳しいのかなっていうふうに思ったんですよ、うん、ただなんかその普通の純粋なボクサーが戦うとまあ勝てないわけですよ絶対。だけど、うん、まあ、兄貴って結構変則的じゃん。その総合格闘家であるっていうのもあるし、その総合格闘技の中でも結構変則的なパンチを打つわけですよ、うん、言ったらさ、なんかミット打ちとか見ると全然綺麗なパンチじゃないんだよね。だけどその対面すると全然 見づらいよね、パンチが。リズムの取り方とか、その距離感とか、なんだろう、その、みんなとは違う発想でなんか予測したりとか、っていうのにめちゃめちゃ長けてるんですよ。だから、ただミット打ちを見ると、全然上手くないなって思うんだけど、実際やるとめちゃめちゃ強いですよ。で、その、なんていうの、その兄貴の変則的な攻撃だったら逆に当たる可能性はあるのかな、みたいな。そう。だからそこをちょっと俺は楽しみにしてるというか、うん、しかもあの兄貴のその分析力ってちょっとすごいじゃないですか。なんか他の人とは違う発想をするし、例えば俺と堀口選手が最初にやった時も兄貴が一緒に分析してくれたんだけど、まあ、今までみんなが当てられなかったパンチを、まあ、こうするって言ってこうした方がいいって言ってアドバイスのもと当てたっていうのもあるし、今までみんなができなかったことをやっていく男なんですよ、彼は、うん、しかもこういう時になんかやってくれそうな気がするじゃないですか、うん、確かに持ってるじゃないですか、確かに。そうだから俺はそこに信じてるなっていう、お、はい、だから一発やってくれるなと、お、俺は信じて、勝敗予想的にはそれはもう兄貴が勝つでしょ。やってくれるでしょ、うん、多分分かんないよ、多分100回やったらまあ、勝てる確率は1回かもしれない、うん、だけどその1回は引いてくれると。今回3分3ラウンドですもんね、うん、またその12ラウンドのボクシングとはやっぱ全然違いますか。違うよね、違うよね。だから、うん、まあ、メイザーはさ、もう本当になんか負けない選手ってさ、本当に相手のさ挑発とかにも乗らないし、その自分のリズムで絶対戦うんだけど、うん、で、まあ、しっかり組み立ててさ、その前半相手を疲れさせて後半仕留めたりっていう戦い方とかするんだけど、メイザー特に。だけど、うん、もう3ラウンドしかないんで、だから、まあ、チャンスは広がるのかなっていうのもありますよね。もうあともう本当に何もらう覚悟でもうぶつかりに行くって言ってるから、だからまあそこでなんだろう、そういう戦い方をする人ってなかなかいないと思うんだよね。だからやってくれるんじゃないかなまあいろんな多分作戦あるんですけど、まあ、その辺は一応話さないでおくんですけど、まあみんなが予想しない、ことをして戦うと思うんで、その辺を注目していただけたらなと思います。確かになんか珍しいですよね。なんか僕のイメージっていうで言うと、やっぱミクルさんってこうあんまりもらわないイメージがあったんで、なんかそのミクルさんがもうもらう覚悟で行くっていうのがすごいなと思って、うん、そうね。まあでも、うん、どうなるかちょっと予測はつかないけど、うん、まあ楽しみですよね、うん、本当にめちゃくちゃ楽しみ、うん、すごく楽しみです。単純に楽しみです。で、まあ、多分チケットもまだ少しあると思うんでね、うん、まあ概要欄に貼っておきますんで、あのぜひね、その会場でこの戦いを見に行って応援していただけると嬉しいです。